高岡大橋の名盤高岡大橋は、一級河川の小川をまたぎ、富山県高岡市と道県伊水市を結ぶ、下地極限、ワーレントラス橋。富山県道44号富山高岡線が通る。二車線の車道橋に加え、上流側に歩道橋が設置されている。歩道橋は後に増設されたものであり、建設当時はなかった。 全長四百三十六点二メートル、福九点八メートル、車道福六点五メートル、歩道橋福二点五メートル、登録番号 t 九から零九八。内務省土木局の設計、石川島造船所の施行により、九百三十七年に開通した。この橋が架かる前までは、江戸時代より上流に架かる大門号橋が北陸道の橋として、また、 国道8号の橋として利用されてきたが、国道が曲がりくねっており、高岡市と富山市を直線的に結ぶルートに、大改修の際、新たに建設されたものである。建設当時は、現在の富山県道44号富山高岡線は、国道8号に指定されていた。1973年に、上流側に、歩道橋が増設された。日本の近代土木遺産二千八百線に、 選ばれているほか、2009年には、と、山の文化財百選に選定されている。ありがとうございます。